八剣マッサージ整骨院の出来事、話題、案内、お知らせ動画です。体前に倒して大丈夫で、またちょっと戻して、また今度左も含めて打ちますよ。はい、歩く、あ、そうですね、膝のこともあるので、それは可能性はあると思うし、あと座り時間も関連してきます。腰の、うん、そうね、座り時間と腰の疲労痛みって比例します。これ腰の損傷なので、タンパク質今日は余計に取ってもらって、鶏の卵でも魚でも何でもいいの、豆でも何でもいいです。あとは普段通りでいいですよ。うん、普段通り生活する中で痛いなって思う動作は頑張らないでください。それではまた。